今回は大平山を採石場側から登ります。大平山は天城公園に隣接する登りやすい山で、登山ルートがいくつもあります。今向かっているのは中腹まで車で登れるルートです。今は10月下旬です。紅葉具合の確認も兼ねています。先ほどのスタート地点、山田電機では USB-A を USB-C に変換するコネクタを買いました。スマホにパソコン用のキーボードをつなぐのに使います。口で話すよりキーボードの方が早い人間なので、 LINE の返信などが楽になりました。設定などはなく、ただつなぐだけ。800円くらいでした。中央通り、昔ながらのお店が連なる商店街です。近くにアーケード商店街もある天城らしい賑やかなエリアだったのですが、時代とともに変化しています。天城駅からバス停天城や朝倉高校へ行く方はこの道を通ることが多いと思います。夕方を見ると商店街に見えてないのかなと少し寂しくなります。今でも元気に営業されているお店はあるので、脇道やお店から急に人が出てくることはあります。脅かさないように気をつけたいです。欅はまだ青い木が多いです。天城公園のテニスコート側の駐車場です。この近くの登山道が最も登りやすいかと思います。
氷炭型の池や噴水、ジョギングコースもあります。また、約4000本の桜が植えられています。今の時期に葉がない木は、おおむね桜です。歩行者しか進入できないようになっています。ルートによっては、バイクや自転車で入れなくもないのですが、他の登山者に怪しまれます。こちらは、緩やかで登りやすい登山道です。採石場側の登山道へは、ここから秋月方向へ向かいます。386バイパスを通るときはあまり意識していないのですが、正面に見えている山が大平山です。先ほどの登山道は約1時間かけて展望台まで歩きます。今向かっている採石場側から登ると、途中まで車で登り、同じ展望台まで行けます。お食事処、柘植山の手前で右折。素朴な雰囲気で好きな道です。平日は採石場のダンプが走っていることがあります。今日は土曜日ですが、ダンプが見えました。この道を通る場合、日曜日の方が確実かもしれません。
右側に川は流れているのですが、ザーッというのは川の音ではありません。採石場の大きな機械が作動中です。今日は厚い雲の影になっているようです。普段は木漏れ日がきれいな道です。採石のダンプ用の舗装だと思うのですが、コンクリートが割れている部分や車の轍がついたまま固まっている部分などそのままです。大きめの石もゴロゴロしています。バイクはタイヤを取られないように注意です。こちらのルートでもあえて車で来ずに麓から歩いて登っている人も見かけます。ちょうど駐車場あたりは日が差しています。封鎖されているのですが、支柱の脇をよく人が通っているような形跡はあります。実際、歩いても大丈夫です。アスファルトが割れている箇所などありません。このような舗装路で展望台まで行けます。特に危険な部分はないように思えますが、封鎖されているので一応自己責任かと思います。今回登るのは、あの舗装路ではなく、こちらです。入り口が少しわかりにくいのですが、階段もあり、整備された登山ルートです。生い茂っています。先ほどの舗装路より、植物が近く、山登り感が高めです。市の方がどのくらいの頻度で見回りに来ているかは知りません。階段の割れなどには注意です。整備はされていますが、こちらは天城公園側の入り口と比べるとマイナールートです。ちょうどいい場所で日が差してきました。駐車場で封鎖されていた舗装路をまっすぐ登ってくると、ここに着きます。少し下ってみます。舗装路ルートの途中にはトイレがあります。あまり頻繁には掃除に来ていないと思うので、きれいに使いたいです。本当に
いろんなルートがあるので地図助かります。先ほどの場所へ戻ります。登山道なのか微妙なのですが、ここ通れます。楓のトンネルのようになっています。まだまだ青いです。展望台へ行きます。この木は、すべての葉が赤くなっています。紅葉は、散るときは一瞬なので、タイミングが難しいです。展望台が満員の時はこちらで進みます。テーブルと椅子が新しくなっています。ご時世の間は密を避けるためみたいな感じで使用禁止になっていました。紅葉の時期はこちらがおすすめです。カエデが多いです。ただし勾配きつめです。中腹の駐車場から展望台まで約20分。天城公園側から登った時と比べると半分以下です。頂上付近には遊歩道や分かれ道などあります。この辺りを探索する場合は、採石場ルートから来ると体力を温存できます。休日には珍しく展望台独り占めです。ゴミのポイ捨て禁止。
私が登るときは見たことがなかったのですが、増えているのでしょうか。今後増えるのであれば、ここにも防犯カメラがつくかもしれません。ここから見ると、雲で影になっている部分と、そうでない部分がはっきり見えます。意外と雲が少ないです。近所の小学校が登頂記念に植えています。去年のちょうど今の時期に植えたようです。別の場所でもっと前の年度の記念樹も見かけました。小学校の思い出がそのまま山の景色になるっていいですね。今日は中央通り商店街と大平山採石場側ルートでした。ご視聴ありがとうございました。